東口上尾駅は埼玉県上尾市柏座一丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。上尾は中線道の宿場町であったが、沿道の他の宿場と比べると小さかった。1883年に日本で3番目の鉄道である日本鉄道の開業とともに上尾駅が開業した。県内では浦和駅、河野瀬駅、熊谷駅と並んで、 古い駅となっている。中仙道が駅の東を通っていたため、出口はこの東に向けて設けられた。1960年の利用者数は1日平均13,996人であった。この頃から駅西側の宅地開発が始まり、利便性を高めるため、駅の北に東西を結ぶ広市栄橋が1971年9月18日に架けられた。 1967年に駅自体の強情化工事が始まり、1968年2月に東西を結ぶ自由通路が完成し、同年6月10日に新駅舎での営業が開始された。1973年には日本国有鉄道の労働組合による巡法闘争に起こった乗客が暴動を起こし、駅舎や電車を破壊するという騒動が起きている。 国鉄分割民営化により、ユーラッシュ時に停車駅を減らした快速タウンの運転が開始されたが、当駅は通過となった。そのため、上尾市は同じく通過駅となった桶川駅を有する桶川市と共に JR に対して通勤快速の停車を長年要望し続け、2004年10月のダイヤ改正によって、下り2本に限って2駅への停車が実現した。 昭和初期の上尾停車場構内駅構内の庭園と、駅員出生兵士の見送り上尾駅9駅舎9、京上駅舎端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の、計2面3線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。新駅舎の一部共用開始により、各ホームとコンコースを連絡するエスカレーターが2機ずつ、エレベーターが1機ずつ設置されている。 直営駅で宮原駅、北上駅を管理下に置く。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置されている。改札内には、キオスクそば店トイレがある。駅舎は、東西自由通路と一体化し、東西両駅前広場のペデストリアンデッキと連結しており、バスターミナルや商業施設群と連絡する。発車メロディは、 アゲオシカのサビの部分をアレンジしたものである。2020年度の1日平均乗車人員は3万2025人である。高崎線の駅では、大宮駅に次ぐ2位であり、高崎線の単独駅、または高崎支社の管轄駅では最多である。上越新幹線との乗り換え駅である、熊谷駅や高崎駅よりも1万人、程度乗車人員が多い。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。高崎線は南東から北西に走っており、北東側を東口、南西側を西口としている。 両側とも、駅前広場があり、東西自由通路と連結した、ペデストリアンデッキが設置されている。東部バスウェスト、大宮営業事務所、東部バスウェスト、あ尾営業所、朝日自動車勝負営業所、丸立鉄わさ、交通、ケンちゃんバスの路線が発着し、あ尾市内循環バス、ぐるっとくんも発着する。かつては、東部バスが一円に、路線網を保有していたが、 東口では、基幹路線を除いて、朝日自動車に移管された。その他、校舎専用であるが国際工業バスのシニア中距離、バス、ミッドナイトアロー上げを、コーノスも東駅東口を経由する。路線の詳細は、各事業者、営業所の記事を参照。西口1番乗り場2番乗り場3番乗り場5番乗り場6番、乗り場上げを京アビル前乗り場中輪場前乗り場4番。 乗り場は、結番東口1番乗り場2番乗り場3番乗り場4番、乗り場5番乗り場6番乗り場出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。